めっちゃ標準語なのが新鮮標準語めっちゃ上達したくない <laughs> なんかえ全然大阪弁だけでると全然喋れるけど普通に喋ってたら途中途中で標準語も普通に話せるなんか「標準語話すぞ!」とか思わなくても話せるなんか韓国語と日本語混ぜて喋ってるめに途中途中で行ったり来たりするけど。<laughs> え全然標準語で話そうと思ったら最初から最後まで標準語喋れるようとは思う。標準語勉強したっていうよりかはなんかお仕事とかしながら標準語喋らないとい喋った方がいいような時もあったりするからそれで気をつけるようにはしてたんですよずっと。で最初すごい難しかったけど気をつけるようにしてたらだんだんなんか。 つかめてきたっていうか、だんだんわかってきた。